どうもこんにちは、佐藤祐介です。雲がね、だいぶ うるさいですね。なんでしょう、まあいいや。よいしょ。八ヶ岳に来て早2年になります。で、今は前も見ていただいたかもしれないんですけど、こんな感じの結構緑に囲まれているような雰囲気ですよね。見えますかね。で、八ヶ岳っていろんな土地を見に行って30箇所以上は見に行ったんですけど、その人によって合う合わない、自分が安心できるできないっていう環境がやっぱあるんですよね。で、すごいこう景色がいいところは富士山とか、まあ赤い駒ヶ岳とか、いわゆる南アルプス連峰っていうんですかね、その辺がバーッと一望できる場所もあるんですけど、そこは僕はちょっとあんまり落ち着かなかったんですよね。たまに旅行に行くんだったらいいんですけど、普段住む日常毎日ずっといるとなると、僕は森に囲まれたような場所が良くて、かつまあある程度開けている、そんなような希望がまあ見つかったんですよね。で、まあ、今日何をお話したいかっていうと、そんなことで理想の住まい、理想の暮らしって結構想像ができないんですよね。僕も18、もうバブルも終わりかけの頃に、まあ、一部上場企業に入社して、まあ名前言ってもいいか、大塚商会っていう会社に入社をしまして、でそこから丸24年ですね、そこの会社だけを勤め切りました。で、当然その社会的な価値観念っていうのは入ってましたんで、まあ住宅ローンを組んで、いわゆる一戸建てを東京都内に購入して、まあパッケージ化された物件ですよね。で、そういう家しか知らなかったんですけど、いろんな人の生活を垣間見るないし、まあ、いろんなセミナーに行ってきて、そのセミナーに行くと社長さんとかが結構多く知り合いができたんですよね。で、社長さんの知り合いができると、その人の生活ってすごいこう個々人でユニークなものが多いので、で、その中で僕はまあ、社長さんっていうか、いわゆるその成功小説っていうのを書いている犬飼ターボさんっていう方のセミナーに行って、その方のご自宅に遊びに行かせていただいて、それが今ここの場所の車でほんと5分ぐらいのところなんですよ。で、そこがやっぱり良かったんですよね。なんでそこの場所が気に入って、そこから8年ぐらいかけてやっと今自分の理想の環境にたどり着くことができたと、まあ、そういうようなわけですね。なんでまず理想の暮らしって、理想の住まいって、理想の生き方まで行っちゃうとあれですけど、それを探してみる。で、探し方は結構簡単。図書館に行きましょう。で、図書館に行って田舎暮らし本とか、まあ、田舎暮らししたいんだですよ。で、山の方が好きな人と、まあ、海の方が好きな人と、まあ、はたまた川沿いとかそういったのが好きな人といろいろいると思うんですけど、まあ、自然の環境にこう囲まれながら暮らしたいっていうんでしたら、そういう田舎暮らしの本、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、これを見て、まずはその自分の頭の中にイメージをどん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 固定していくっていうのが非常に大事かなと思ってます。で、八ヶ岳もいよいよ冬の寒い時期、極寒の時期ですね、マイナス10度を超え始めます。で、今はまだいいんですけど、だん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 、まあ、今うちのオクラちゃんですね、あそこにいるオクラちゃんは寒いのが苦手になってしまったんですよね、家で飼ってたら。
で、まあ、散歩も厳しい時期ですけど、その分こう人が少なくなってくるんで非常に過ごしやすい、僕にとっては過ごしやすい時期に突入してきます。でまた薪ストーブなんかもあるんで、それが冬の結構醍醐味ですよね。でそういったように自分がやりたいこと、生活を全部含めて、でそういったのを少しずつイメージをしていただければ良いかなと思います。おお、さっき動画撮ったんですけど晴れてきましたね。だいぶ雲が抜けてきましたね。こんなような山っていうのは、ここ標高 1061m なんですけど、山の天気は変わりやすいっていうのをまさに体験できて、風の音もすごい、風というか風に揺れるその木々の葉の擦れる音、そういったのも非常に楽しみで、毎日四季を体感してます。ぜひぜひ皆さんも理想の生活を作っていってください。どうもありがとうございました。バイバーイ。